先日の富田騎士と池添騎士の粗暴行為に新しい情報が出され、池添騎士が富田騎士へお酒の一気飲み強要。富田騎士は尾骨に加え肋骨も骨折。 JRA から池添騎士に口外しないよう連絡が来ているなどの話が出ており、話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。富田騎手、肋骨も折られていた。44歳、三冠ジョッキーが酒によって、大喧嘩、若手フォープナ、大怪我の、JRA の裁定に、疑問の声、騎手本人を直撃すると返ってきた、意外な答え。競馬界でまたとんでもない事件が起きた。人気ジョッキー、池添健一氏が、若手のホープ、富田暁騎手との間にトラブルを起こし、池添騎手は9日間、富田騎手は2日間の騎乗停止処分が下されたのだ。池添騎手といえば、かつては三冠馬オルフェーブル号の主戦ジョッキーとして名を馳せ、その明るい性格と騎乗技術の高さから多くのファンを引きつけてやまない騎手の一人である。一方の富田騎手も甘いマスクで女性ファンからの支持が厚く、次世代のホープと呼べる逸材。果たしてそんな2人の間に何があったのか。競馬記者が言う。2人は6月24日函館市内の居酒屋で他の騎手も含めて飲み会をしていました。その席で池添騎手が富田騎手に一気飲みを強要するなど、先輩風を吹かせて高圧的な態度を取ったというのです。そんな池添騎手の態度に業を煮やした富田騎手は、湧き上がる感情を答えきれなかったのか、近くにあったスマホをテーブルに叩きつけたところ、そのスマホの画面が割れてしまった。しかもそれがあろうことか池添騎手のものだったと。二人は口論となったものの仲裁が入り、一旦は池添騎手が先に席を離れ、調整ルーム、競馬場内にある騎手たちが宿泊する施設に戻ったそうです。しかし怒りが収まらず、富田騎手に電話。ほどなくして戻ってきた富田騎手をロビーで待ち構え、互いに暴力沙汰に発展してしまったようなのです。一部報道にもありましたが、富田騎手は池添騎手から暴行を受けた結果、尾骨と肋骨を骨折したと聞いています。例えば一般企業で先輩社員が17歳の年下の後輩に同じことをしたら懲戒処分は免れないでしょうし、警察沙汰になってもおかしくない案件ですよ。仮にそんな大怪我を負わせてしまっていたとしたら、確かに騎乗停止処分だけでは済まないはず。果たして真相はいかに。裁定を下した JRA に尋ねた。富田騎手は尾骨を骨折した。池添騎手、富田騎手の双方とも怪我をしているという報告を受けているが、怪我の内容までは把握していない。ただ6月27日時点で騎手の業務を行う上での支障がない程度の怪我だったと聞いている。警察には通報したのか。警察に相談はしていると聞いているが、捜査については把握していない。処分が甘いという声が上がっているが、行為自体は許されないことだが、双方が反省していること、被害者感情がお互いにないことを勘案して総合的に判断したのが今回の裁定の結果だ。このままでは真相は藪の中だ。そこで現在騎乗停止処分中の池添騎手本人にも尋ねてみた。池添騎手の暴力で富田騎手の尾骨が折れたのでは。ちょっとそのあたりは二人の間で話をしてきちんと和解していますし、僕も事務所に所属していますし、 JRA からも話すなと言われていまして、すみません。処分が甘いという声もあるが、すみませんがお答えできません。この記事によると、池添は富田に一気飲みを強要していた。富田は尾骨と肋骨を骨折している可能性がある。JRA は怪我の程度を把握していない。 JRA は池添に口外しないように言っている。顔だけじゃないのかよ、やりすぎだな。うわぁ、これ普通に逮捕案件だろ。肋骨も折れるとかフルボッコにしようとしたのかよ。もうこれ殺人未遂だろ。いや逮捕だろマジで。これ永久追放でいいよ。これで騎乗停止4日で許される JRA わらわら。普通の社会人なら首でもおかしくない。首どころか普通に刑務所行きだろ。あの世界に世間一般の常識は通じません。今さら何言ってんだか。なんで刑事事件にならないのかわからん。普通に傷害だね。一気飲み強要も、一気飲み強要からの暴行傷害はもう永久追放でいいよ。何気に一気強要がクソすぎる。今時一気強要なんぞ大学サークルでも怖くてやらせないのに。今時一気飲みとかバカの極みだな。
散々急性アルコール中毒になる可能性があるって言われてるのに。あくまでだけど記事の通りだとしたら、富田が切れた原因も強要ってことか。2アウトどころじゃない。肋骨折れるってさ、足で蹴ってるよな。JRA、アルハラして殴って骨折させてくる嫌な先輩と明日からも同じ職場で働いてくれよな。ひどすぎてくさ。これで富田とは和解しましたとかポストしてるの最高すぎるやろ。加害者が言うことやない。池添もスマホ割られた仕返しに殴ったんでしょ。酔ってたので加減を間違えて骨折してしまったけど。鼻が折られてもんどり打ってるところを蹴られたのかもしれん。相当手慣れてんな池添。被害届でしてもいいんですよ。結果的に干されるのは富田になりますけどね。鼻はちょっとしたことで折れるが肋骨はそうそう折れんぞ。肋骨はひびならともかく、かなり本気で力入れて殴らんと折れないぞ。異常だよ、競馬村。富田は訴えたら勝てるけど村競馬だからしないか。これで4日で済むなら真似する機種出るだろ。普通に事件ですよこれ。JRA いい加減にせよ。ライバル潰して4日の騎乗停止でいいなら、川田とカルメールやればいい馬回ってくるってことか。個人的考えだと鼻殴ってよろめいたところを、思い切り顔面に膝入れて仰向けに倒してから、全力で踏みつけでもしない限り肋骨は折れないと思うんだよな。尾骨だけでも4日で済むのすごいな、悪い意味でと思ってたけど、肋骨まで折ってるとはっさまじいな。こんなのを大事な自分の馬に乗せたい馬主いるのかな。各厩舎、池添には近づくなと言われるだろうな。馬主に良心があるなら池添に騎乗依頼は一切するな。それが社会的制裁というもの。やはり家系が競馬村出身やと裁定が甘いんやね。普通にこれで依頼なくなって干されてもおかしくない。肋骨は相当だな。顔パン以外に倒れたの追い打ちしてるなこれ。動物愛護団体には靴しないのに、まさかこれきっかけで JRA が終わるとはこの時誰も思わなかったのである。病院行かないと治らないだろ。通報案件、蹴る殴る池添。もしかして馬も殴ったりしてるんじゃないかと心配になる。鼻折るってのは相当力差があるか不意打ちなんだよな。まあ後者だろうから池添は相当質が悪いな。その後も攻撃して肋骨折るまで続けてるし。馬娘でアニメオタクをいくら引きずり込んだところで健全化なんてしないわな。本質は変わらない。普通に逮捕だろ。さっさと捕まえろよ。騎乗停止4日は JRA の処分だから100歩譲っていいとしても、警察は何してんの。非申告罪だろ。さっさと池添逮捕しに行けよ。富田文春法打ってもらえよ。どの道競馬村で肩身が狭くなるなら全部吐いちまえ。ついでに JRA の隠蔽工作も告発したれ。17も下の後輩に高圧的に自分から絡んで、スマホ傷ついただけで相手を呼び出し骨折る。それが見つかり騎乗停止になり記事が出てから、謝罪ポストをするが、そのポストに批判的なリプしたやつをブロック祭り。こいつ絶対競馬村で閉じ込めとけよ。社会に絶対に出すな。少なくとも水沼と同様処分待ちにしないといかん気もするけど、スマホより暴力の方が激ぬる処分とか一般の人わけわからんでしょ。殴って倒れ込んだところに足蹴りしたのか。揉み合ったという記事だったけどかなり一方的にやったんだな。もうモヤモヤするだけだから警察入れよ。はっきりしてくれないとファンもどうしていいかわからないじゃないか。何気に池添の直撃取材で JRA が隠蔽しようとしたことバラしてるの草生える。一方直後に JRA から処分出たからこの問題はもうおしまいってポストした関係者恥ずかしいな。村の住人らしい書き込みもここちらほらあったよな。肋骨折れてるはだいぶ前に書き込まれてた。デシケシはいてた。これが芸能界での出来事なら半年は謹慎なんだけどな。ヤクザ家用の芸能界より甘いってどういうことなの。もしかして池添ってパンチ力めちゃくちゃあって強いの。空手で全国大会出場してなかったか。子供の頃空手の全国大会出たことあるんだもんな。センスがあるんだろうな。暴力に使ったらあかんと思うけど、 JRA の甘々体質にドン引き。池添ってやたらと二人で話し合って解決済みですってことを強調したがるよな。 JRA、被害届だけは出すなよ。いいな、パワハラを訴えた大塚がどうなったかを考えたら、富田だって騒ぎを大きくしたくないだろ。競馬村に道徳心を求める意味ないって。DV 店を追放したら喜ぶ関係者は多いだろ。それで富田の立場が悪くなることはない。素手で肋骨骨折って相当の鬼畜。怒りが収まらず呼び出して暴行とかチンピラとかヤクザのやること。ネットがなかったら池添の悪行は読みでなかったんだろうな。信頼を失うのは一瞬、取り戻すのは一生。池添も G1 勝てる馬もらえないだろ。もう引退だろこれ。後輩ボコボコにして謹慎4日て。 JRA ってコンプライアンス上等の反社企業なんですか。怒りが頂点に達しても池添を殴ってはいけないという理性が働いてスマホに向かったのが富田。一回治った怒りを収められず呼び出して鼻と肋骨を折る暴行を加えてのが池添。さあ、どっちが悪い？骨折の記事取り下げたマスコミを取材しろよ。デイリーだったか。
鼻の骨折れたとか書いたの。これはもう復帰できんやろ。乗鞍激減で実質引退になるわ。傷害事件に目をつぶってでも乗せたい機種じゃないし。被害届が出てないからセーフ、という話じゃねえだろ。JRA しっかりやれよ。もう池添には癖馬しか回ってこないんじゃないか。競馬村も引退が近いようなおっさんを守るよりも、先がある若いジョッキーを守るだろ。これ万が一池添が G1 勝ったら泣きながらインタビュー答えて美談にするんだろ。競馬村のルールまた発動するんか。やってることじゃニー北川と変わらんな。告発して暴露しようとしたら干されて村八分にされ、下手すれば自殺まで追い込まれる。ネット競馬の池添のチャンネル結構見てたんだけど、こんな暴力振るうやつだったなんて見方が変わっちゃうな。メディアに忖度されて守られてるから、人格者に仕立て上げ、ブランディングして競馬ファン騙すなんて朝飯前よ。SNS とかして感じいい投稿してるといい人に思えてしまうね。何回いつかひどい事件起こした男もインスタとかしてたのを TV で言ってたけど、まるで善人そのものの投稿だった。ネット競馬の番組はさすがに打ち切りかな。池添ってまだブロック祭り続けてるんかな。一方的な暴行で尾骨骨折、肋骨骨折だとするなら、これは和解ではなくもみ消しだからね。もう池添追放しろよ。岩田よりクソじゃん。岩田は切れるとこはいいんだろうけど、まだ切れる理由にある程度納得できるとこはありそう。少なくともこいつみたいな絡み方の悪評は聞いたことない。池添騎手、ちょっとその辺は、二人の間で話をして、きちんと和解していますし、僕も事務所に所属していますし、JRA からも話すなと言われていまして、すみません。話すなと言われたことを話すなよ。JRA もみ消し指示してくさ。これなら農水省の天下りに戻した方がええやろ。水沼スマホは甘い処分にしないとかいうくせに、ガチの傷害事件起こす奴は許そうとする狂った組織。これ一方的な暴行じゃね？もしかしたらもみ消されることも感情に入れてたのか？完全に干されるね。人間として終わってる。一発やってやみたいなやらかし案件ならそれでもクソだがまだわかる。最低でも2箇所以上、必要な暴行は終わってるよ本当に。しかし再来週にはしれっと復帰するつもりなのかね。よほどの恥知らずでなければ自主的に謹慎するけど。所詮村社会といえど常識の範疇超えてるわな。一発解雇だろこれは。これさ、社会人がやったら解釈日だよな。起乗停止とかいう夏休み2週間で許されるのおかしいでしょこの村。こんなんだから競馬村ってバカにされてるのもわかんないのかね。これは競馬村が一丸となってなかったことにしてるの？コロナ給付金不正受給と同じ展開だな。競馬村は治外法権。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。